理科や科学に興味を持ち、身近に感じてもらおうと、久米市民センターで子ども科学教室が開催されました。徳山積水工業株式会社が主催するこの教室は、久米市民センターを拠点に子ども食堂を運営するみんなの久米ハウスのイベントの一つとして開催されています。久米小学校の子どもたちとサポーターとして参加する大化中学校の生徒およそ20人がグループに分かれて、スライムを使い身近な化学反応について学びました。放射水溶液、洗濯のり、3種類の色水を使ってスライムを作る実験では、使用する放射水溶液の量を色ごとに変え、出来上がったスライムにどのような違いがあるかを調べました。伸びるな。スライム作るのが楽しかったです。柔らかいスライムに塩を加え、水分を取り除く実験では、ゴムのように弾力のあるボールが出来上がり、目の前で起こる化学反応に子どもたちは興味津々でした。化学を身近に感じることのできる時間となりました。スライムと同じ化学反応を利用して作られている製品の紹介なども行われ、生活に身近な化学について考えるきっかけとなりました。